霊社ウクライン家は、ウクライナの女性作家、詩人、翻訳者、文学評論家。本名は、ラルイーサクイートカコーサチュウクライナの女性作家、オレーナプチール家の娘、啓蒙家のムイハーイロドラホマーノーの名。1871年2月25日に、ロシア帝国ボボ、ボルイーニ県ノボフラードボルイーニ式町で生まれた。青年時代は、 西ウクライナのボルイーニ地方で過ごした。幼い頃から病弱で、ポット病を患っていた。学校や大学などへ行けなかったが、人文科学を中心とした、家庭教育を受けた。治療のために、しばしば南方のクリミア、グルジア、イタリア、エジプトなどを訪れた。ギリシア語、ラテン語、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ベラルーシ語、ポーランド語、 ロシア語などいくつかの外国語を完璧に使いこなし、ハインリヒハイネ、ビクトル・ユーゴー、ジョージ・ゴードン・バイロン、アダム・ミツキエビチ、ホメエロスなどの作品とマルクス・エンゲルスの共産党宣言のウクライナ語訳を完成させた。1890年に、妹のために、東洋民族の古代史という教科書を表した。文学界にデビューしたのは1884年である。 リビュウの雑誌、星で、スズランと、サッポーという二つの詩を発表した。当時から、霊社ウクライン化の筆名も使い始めた。1893年に、歌の翼の上に、1899年に、思いと夢、1902年に、反響などの詩集を出版した。イヴァン・フランコ、ムイハーイロフルシェウシキーを、はじめ、 多くのウクライナの知識人と交流を持ち、女性解放運動やウクライナ民族解放運動に関わり、詩人の役目は自民族を目覚めさせることにあると信じた。晩年に刺激の作家として頭角を表し、20以上の作品を描いた。その中には、青いバラ、夢中、秋の昔話、地下墓地にて、カッサンドラ、森林中、貴族夫人。 地の原にて、マルティアン弁護士、岩の主、共演などがある。最高作は、古代ウクライナの多神教の神話などをモチーフに、人界の男性と深海の女性の愛を描いた、森の歌という刺激である。文学評論家として、ブコビナ地方の小ロシアの作家たち、近代イタリア文学における二つの傾向、近代ポーランド文学論、近代社会演劇、文学における、 理想号などを表した。1913年8月1日、グルジアのスラミ市で病死した。キエフのバキコベ墓地に葬られた。ウクライナの元首相、ユーリア・ティモシェンコは、自らの髪型が、霊社ウクラインカへのオマージュであることを公言している。ありがとうございます。